50口径3年式 14cm 砲は日本海軍の開発した関西砲、伊勢型戦艦や長戸型戦艦の副砲、天竜型軽巡洋艦、5500トン型軽巡洋艦や各種艦艇の手法として使われた。採用時の故障は50口径3年式5インチ5砲であったが、1917年に砲の故障が、 センチ表示に変わったことから50口径3年式14センチメートル砲となった。ちょうど9戦艦巻以降の副砲としては50口径41式15センチメートル砲が搭載されてきたが、この砲の弾丸重量は45.4キログラムもあった。欧米人に比して体格で劣る日本人が人力装填によりこの砲を長時間連続発射するのは難しいと考えられ、 より軽量な砲弾を使用する速射砲の開発が望まれた。1914年に正式化された本砲は弾丸重量 38kg となり、前述の砲に比べて一発あたりの打撃力は低下したが、一方で射撃速度は向上し、また最大射程も若干低下するがほとんど変わらないという優秀な性能を示した。なお本砲とは別に射程距離を重視して、 方針長を55口径とした1 4トル砲も3問、試作開発されている。汚染が3年式と同じで、薬出用石が25リットルの I 型と汚染を回収し出用石を30リットルとした I2 型の2種類が試作され、最大射程が30度で2 9 0 0ルと1 5トル砲を上回るものであったが、88艦隊計画が放棄。 されると同じ頃に開発中止となった。戦艦には、ケースメイト式の単装砲として装備された。軽巡用艦等に搭載された砲では、単装砲がで後方が開放された砲盾式で、あったが、連装砲型では一部を除いて砲員を防護する砲室を持っていた。軽量で設置が容易なことから、各種の中型小型の艦船にも搭載され、太平洋戦争でも、 代表的な官砲の一つとして活躍した。伊王島などで要塞法として用いられたものもある。なお、本法は弊社法であり、有効な対空戦闘能力を持たなかったため、戦時中に搭載艦船が改装された際には、しばしば一部、または全部が撤去され広角砲等に換装されている。戦艦伊勢型、長戸型航空母艦法省給油艦、の間、ま 知床型、新衣、インコ型旧掛け館、マミア巡洋艦、天竜型、夕張り、熊型、なが型、川内型、報告丸型伏設艦、厳島巡洋艦夕張り、カトリ型、矢印型水蒸気ボタン、日清潜水母艦、ン、早くじら型伏設艦、沖ノ島。ありがとうございます。